二組の M1 王者。しょうもねえな。2022チャンピオンウエストランド。うるせえ。2021チャンピオン錦鯉。世の中の正解のない問題を偏見のみでひたすら考えるトークバラエティー、ウエストランド錦鯉の考える人。あのさ、俺あれ聞きたいんだよね。あのさ、便座あるじゃん、便座を下げるのを忘れて、便座上に上げたままで、スポッてお尻にはまったことある、Think. いやー、まあ、一回やるかどうかぐらいですかね。そうだね、子供の頃あるかないかぐらいじゃない。俺はもうずっと、もうずっとそんな、そういう話たまにする人いんのよ、こう入っちゃったみたいな。で、俺は、いや、そんなのあるわけないじゃんみたいな、あるわけないじゃんそんなのみたいな、めっちゃウケるな、ね、やってたんだけど、ほんともう 2,3 年前に初めて自分になった。2,3年前。そう、2,3年前よ。だからもう47,8で初めて、急いでたのね、その時。その時にも2、3年前は49だよ。計算がさ、苦手だから。なんでそんなちょっと嘘つくんですか。そう、本当に俺初めて急いで、もう本当慌てて出そうだったから、もうそれがポーってなった時に、俺びっくりして、あ、これかっつって言っちゃったもんね。言ったよ、これかっつってあるんだと思って。僕しょっちゅうありますよ。でも、あ、そう、なんで確認しないの。家で座ってするんですよ、僕。ああ、はいはいはい。で、小さい方も、はい、上がってることがあまりないんだ。そう、妻と娘2人だから、便座が上がることがないんですよ。なるほど。だから外って、でも男子トイレって大と小は別々じゃないですか、はい、だから台が外で上がってることってそんなになくて、だから居酒屋のトイレの大小兼ねたやつとかの時にガポっていく。確かにそうだね。それは確かに慣れがあるのかもしれない。そう、なるほど、習慣だからね。そうだ、僕しょっちゅうあります。まああと酔ってるのもありますけど、それだよ。Think. なんか最後とかに、この後お仕事ですかとか、聞くんですよ。でもそれって多分なんか美容師さんの中ではスタイリングするにあたって、なんか多少こう派手にしてもいいかとかの確認もある。それをなんか聞いてるっていうのもなんかなんとなく聞いたことあったりするんですけど、平日の昼間とかに行ってるやつにそんな聞くのよくないじゃないですか。今日お仕事お休みですかとか気楽に聞いてくるけど、平日の昼間に来てるおっさんには聞かない方がいいよ、そういうのって。ちょっと怖いよな、変なことになるから。だからマニュアル的にあるんでしょうけど、だから僕もそれがすごい嫌で、で今行ってるんですよ、美容室。ずっと1,000円カットで切ってたけど、もうやめろって。でその僕って微妙じゃないですか、お仕事何されてるんですかって言われても、その、いや、この人どっちなんだろうとか、その、間違えた、お仕事何されてるんですかじゃなくて、今日お休みですかの時に、その、この人はその僕を知ってるのか、知らずに聞いてるのか、微妙なラインでしょ、まあ、ほぼ知らないんですけど、僕のことなのか、けどどっちなんだろうと思って、まあ休みですかねって言って、本当休みだし、じゃあ休みでいいじゃねえか、どうなるのこれが、で、そのどういう系のというあの、なんて言ったらいいかな、まあいいや、もういい、これむずい、いやそりゃ仕事減るわ。なんか Think. どういう暮らしだったんですか、本当に一番貧乏な頃とかは。いや、もう普通にだから築60年の家で、だから、流し台が石でできてる、わかります？築60年、流し台が石でできてるようなところで、その電気代も水道代も何度も止められたですよ。まあそうですよね、僕もだって、まあ多分家賃を滞納して払ってみたいな感じだったんですけど、なんかずれ込んで多分払えてなくて、なるほどね、したらある時もう家に来て、今日もう出て
ってくださいみたいな、今日出て行かなきゃいけなくなってますみたいな、今日多分なんか来てたんだと思います、ハガキとかも、もうそんなんももう雑に見ずにやっちゃってたのか、もう出て行かなきゃいけなくなってます。でバイト先、当時だってバイト先を書いて借りてたアパートなんで、うんうんうん、そこももう辞めてたし、多分連絡も行ってんでしょうけど、もうやってないですよねバイトもみたいなって、何をやってる方ですかみたいになって、ちょっと名刺だけでも出してくださいって言われて、名刺なんかないじゃないですか、ね、我々に。なんでこれはもうしょうがなく素直に、うん、そして芸人やってて、うん、みたいな言ったら、ああそうなんすかみたいな、うん、まあ、あの僕も結構芸人さん担当したことあるんで、うん、その分かります大変なのは、うん、だから分割にしますんで、分割ででもいいですみたいな、でちょっとうちの NPO 法人で炊き出しもあるんで炊き出し紹介されてなかなかないですよ。なるほどね。でもまあそれで分割にしてくれて、およかったじゃん、払ってたら、M1 の決勝決まった時ぐらいに、うんうん、まあ支払いのやり取りのショートメールしてたんですけど、うん、本当はこれ今年ダメなんですけど M1 おめでとうございますみたいな、みたいな、いい話で最後多分また業務外の連絡だからしちゃダメなんだけど、でその後もあのたこの地区の担当でもなくなったんですけど、うん、M1 おめでとうございますみたいな来て、すげえ、すごい、だからその人のおかげでなんとかなった。だからその人からでもしたら、ただにしますは何だった、ただにしますはなかったですけど、うん、で払わねえし、まあ、分割にしてとか思うけど、うん、SNS とか見たら僕らクソみたいな芸人と飲んでる写真上がってくるわけじゃないですか、うん、めちゃくちゃムカつくでしょ、ね、その調べたらすぐ出てくるこいつのためにやってんのにこっち酒飲んでんだよみたいなそれはあるでしょうけどね、それ腹立つよな。 Think 第3回の今日は、うん、トイレと美容室についてどんな組み合わせなんだ、結構前半はちょっとなかなかの話でしたから、そうですね、まあでもいい、あんなに正面からトイレについて考えることないから、ないないない、なかなかなんか何ていうのこう言いづらいこととかもありますけど、まあ、人間だからみんな使ってるものですからね、はいはい、うん、よかったかもしれないですし、うん、どうですか雅紀さんは今回は何か教訓とか勉強になりました。そうですね、だからそのトイレに水を当てる時間なんてやっぱ調べようとしたこともないし、人に聞いたこともなかったから、か、うん、勉強になりました、10秒から20秒。確かに、本当にそれは聞いたことなかった。ないじゃん、うん、そうそうそう。だから今回からは、明日から、今日からか、もうスタップウォッチ、スタップウォッチ持ってトイレに入ろうかなと思いますね。いやいや、もうやんないでしょ。絶対やらない。ストップウォッチ持ってって。適当に言わないでくださいあと美容室にも行ってみてください。嘘しかついてない。美容室だから前は行ってたわけですもんね。行ったことありますよ。いいじゃないですか、また行ってみれば。だからこの違いでしょ、髪洗う時のこれとこれ。いやいや、それだけではないですよ。あ、まあいろいろあるんじゃないとね。行ってみたい。いや、思いのほかやっぱね、緊張とかすると思います。全然雰囲気、もろんとこ行ってほしいですね、おしゃれなとこ。ほんまに青山とかのすごいっすよ。すげえ喋ってくる、うん、し、やっぱその若い女性とかもネタ振り聞かないやつね。そんなんもうそのなんかいろいろタブレットとかあの雑誌とかそのおしゃれなやつとかこの持ってきてどれがいいですかって、どれも正直よくないですけど、その分かんないですけど、スポーツ新聞ないですからね。ないの？ないですないです。ふざけんなよ。今もタブレットとかなのかな、ほとんどタブレットとか、タブレットタブレットなんだ。ちょっと2人が行くのを楽しみにしておいてください、はい、それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。雨がまだ嫌なんだ。